ティーブスです。できるだけ入れてみたんですけどね、やっぱりグリーンスリーブスはビブラート入れた方がいい感じですね。特にファーストバイオリンでビブラート入れたら案外いい感じなんですが、うん、でもやっぱりまだビブラートがうまくできないので、もうちょっと綺麗にできればもっといいんですけどね。はい、次はバヘルベルのカノンになります。これはバイオリン3台がカノン進行、つまり全く同じ旋律をちょっとずらして追っかけながら、ファーストバイオリンをセカンドとサードが順番に追っかけながら、そういう弾く、そういう曲なんですけど、それ以外に通奏低音の、チェロとあとピアノもあります。で、僕はファーストバイオリンの一番最初に出発するバイオリンのパートをやります。あとその後をセカンド、その後さらに後をサード、これらはパソコンから音が鳴ります。チェロとピアノもパソコンからなります。はい、では行きます。パヘルベルのカノンです。Thank you.
カノンでした。どうだったかな、まあ、まあまあな方だと思うんですけど、ポジション移動はそんなに大きくは失敗してないかな。まあ細かいところはなかなか綺麗にできないですが、うん、まあ最近はあんまり大きく失敗もしないけど上達もしないというか、どういう方向に上達したらいいかわからないっていうのもあるからかもしれないですが、はい、次は、人生のメリーゴーランドを弾きたいと思います。これは春の動く城というジブリのアニメのテーマ音楽になっています。もともとはオーケストラかもしれませんが、バイオリン二重奏になっている曲にそういう楽譜になっています。それをさらにちょっと自分で編曲してバイオリン1号ファーストをちょっと簡単な風にしました。ちょっと難しい音符があったのでそれをセカンドに移してしまってっていう感じですね。松本恵子さんバッヘルベルのカノン、珍しくのミスで弾けた。あ、ノーミスで弾きましたか。あ、すごいですね。なかなか細かいミスはなくならないんですけど、あ、グリーンスリーブスは確かにビブラート入れるといいですよね。もっと綺麗にできればもっといいんですけどはい、それでは人生のメリーゴーランドを弾きたいと思いますこれ最初の音が失敗しやすいんですね。でも最初の音をちょっと確認しながらやるのはやめた方がいいとその言ってたしバイオリニストの人が言って、なんでかというとその弾き始めに弾き始めの集中力を出せるっていうのも訓練の一つなので、その訓練ができないからまあ失敗することはあっても失敗しないように集中して指はこの辺だなっていうのをいつ覚えるようにする、まあ、それが大事なのかなっていう、まあそれもそうかなと思われたんで、でもやっぱりこう最初難しいんですよ、この辺りかなっていう感じで指をちょっと最初に確認して、でも音は出さないではい、ではいきます。人生のメリーゴーランドです。